鳩崎イルカのミッドナイトレイディオ。はい、ということで第16回、まあ、収録回でいうと少し間が空いた鳩崎イルカのミッドナイトレイディオなんですけども、季節は今12月の後半ですね、収録日はちょうどクリスマスも終わって年末から、まあ、大晦日ねやって、まあ、元旦迎えて新年が来るっていう時ですね。なんか人って節目好きですよね。節目、なんかそういうの好きなんだと思いますでもね、気持ちが切り替わるっていう意味で大事なポイントになるのかなって思うんですけど、でも毎日がね、一生懸命生きてる人にとっては毎日が節目節目で、積み重なってある時点でね、何かの成果が出たりとか目標を達成したりっていうことになるのかなって思ってます。皆さんの節目はどんな時ですか？行事でもいいし、まあこれをやったらっていうね、何か目的があると節目ってつきますよね。まあでも節目がたくさん用意されてるね、この国も世界もそうですけど、節目っていうの意識が高いんじゃないかなって思ってて、まあ、なんか誰かに押し着せでね、なんかさせられてしまうよりかは、自分でなんかここが区切りっていうのがねあると嬉しいのかななんて思ってます。まあ、僕はというとですね、毎日の区切りが実はよく分かってないんですまあそういうね、なんかカレンダーとか、あと時間もなんですけど、多分そういうの、そういう気質があるんだと思うんですよ、もともとのね。だから昨日と今日の境目よく分かんないし、あとはそうだな、まず予定立てられないんですよいや、よく頑張ってるねって自分には言ってるんですけど、人と予定をすり合わせてこの日に何かしようっていうと、具体的にその日は例えば1月の16日に何かしましょうって言われても、具体的に想像が湧かなくて、かろうじてその文明の利器を使って Google のカレンダーに書き込んだりして、まあ、そのアラートが鳴ってね、ああ予定が入ってるんだみたいな、まあ、こういうこと言うと不思議な人と思われるかもしれないんですけど、まあなんかね、僕は逆にそういうのを持ってる方たちっていうのと、まあ、お仕事柄接することがあって、まあ、時間が分かんないぐらい大したことないよねっていう感覚が強いんですよ大したことあるんですけど、まあでもね、会社に遅れちゃったりとかするとね、まあお給料もらえないっていう問題があるんですけど、でも別に遅れたからって問題じゃないじゃないですか。だってその人がその時間で生きてるわけで、社会の中でそれをね、別に今はそういうのフレックスとかで許容できる人が増えてるから、なんかみんなが通り一遍に一方向になんか自分の時間と人の時間を揃えなきゃいけないなんてことはなくて、そうだから僕のお友達の話によると、まあ例えばクリスマスっていう節目の過ごし方だと、海外だと家族と一緒に過ごすとか、それスタンダードなんですよね。そうで、でも日本になるとなんか急に恋人といないとなんかいけないみたいなそういうの嫌じゃないですか、押し着せじゃないですか。だからなんかそういうのってどうなんだろうなって考えてました皆さんどう思いますか？でもね、なんかこれをね、またこうやって配信聞いてくださる方に伝えたいのは、なんか少しわがままでもいいのかなって、自分のね、まあ人に迷惑かけると後で取り返すのが大変なんですけど、でも自分の時間、例えばなんだろう、
お家でゲームしたりとか、なんかこういう話題するとすぐゲームって言うんですけど、僕全然ゲームやらないんですけど音楽聞いたりとか、自分時間をちゃんと持っていくと、そういう過ごし方、その自分の時間の延長線上になんか節目とか大きな出来事っていうのがあって、なんか人って自分の時間と世界の時間で回ってるって思うんですよね。2つの時間でね。だからなんか周りが騒がしいと疲れるじゃないですか。それってね、ノイズをだいぶキャッチしちゃってるんだと思うんですよね。そのクリスマス、年末、元旦、三が日、成人式とかいや並ぶんですよ、そのね。でもその軸を超えて、あのお家であのプライムビデオ見たりとか、なんかもうあのサブスクのね、あの映画見たりとかして、もうなんかあれ年越してたのぐらいの感じの方が個人的には好きです。でも年越しそばは食べますそれは多分自分の節目と一致してるから、その除夜の鐘を聞いて、あの年を迎えるぞっていうのと自分の時間が一致してるから初めて取れる行動っていうかなのかなって思ってます。そうだからね、クリスマスはね、あのね、家族と過ごすの好きです、まあ、そう、あのそのなんかモテるモテない問題はもうノイズでしかないんで、あの聞かないことにしてだから僕は多分海外のね、そのスタンダードな、まあそもそもね、あのそこの元々の宗教的な発想が違うからね、あんまりクリスマスって言っても特別な気持ちとかはなくて、ホリデーっていうか、なんか休日気分なのかな、そういうので思ってるけど、まあなんか大晦日とかはなんだろう、まあ年号変わるしね、大きい流れに一回乗って自分もね、なんか決意してみようかなみたいな気分で乗るだけですひねくれてるねって、鳩崎さんひねくれてるねって、いやいいんです、ひねくれもんなんです僕はそう、でもまあ節目の決意っていうのはきっとみんなすると思うし、しない人もね、な決意なんてしなくてもいいんですよ正直。もうだってね、今日生きていることに感謝できれば、なんか最大を欲しがっちゃいけないというか、満足しましたっていう点があると、その昔の言葉で言うと樽を知るって書くね、あの足りる知るって書いて、なんかそういう言葉があって、あるんですけど、なんかね、満足してるっていう状態をね、なんかこうお腹いっぱいの状態って、お腹いっぱいの状態を保つって意外と難しいんですよね。ずっと食べ続けなきゃいけないので、どっかなんか、でもお腹すく手前って結構余裕があったりして、なんて言ったらいいのかな、お腹に例えるとすごい分かりやすくてだからお腹いっぱいすぎて 120% お腹いっぱいだと疲れちゃうし、そこにもう 10% 食べようっていうと、もうなんか食べ過ぎなんですよね。だからそういう感覚、腹8分目ぐらいの方が運動したりもできるしね、動けるしいいんじゃないかなっていうので、幸せの満足度みたいなのもそういうところにあって、遠くに目標設定して何かやるぞっていう気持ちの時は、もうちょっとお腹空いてるぐらいの方がね、次のね、美味しいものを食べようにつながるし、今別に目標とかないんだよねっていう時は、もうその今を維持する、今より上ないことを維持するっていうことを頑張ってると思うんですよね。だからそうやって、なんだろうな、うまく自分と自分の理想と現実と向かい合っていくっていうのが素敵なことなんじゃないかななんて思ってますね。そういう積み重ねのあった時に、なんかどっかで、ここで一回ね、みたいな、小休止入れて、また頑張ろうっていう節目が
あっていいのかななんて思うので、まあ、年末年始ね、まあ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 寒いです。日本中、この聞いてくださるリスナーさんは日本人がきっと大半だと思うんですけども、日本にいらっしゃるのかね、まあ、暖かくして過ごせていただけたらなと思いますけれども、まあ、鳩崎の方はね、ちょっとまあ年末年始もね、師走いうぐらいなんで、バタバタして配信もできずにいたんですが、引き続き来年もしっかりやっていきますので、よろしくお願いしますというのはちゃんと言っておきたい。ねえ、いやでもね、いつも聞いてくださる方が本当に感謝で、本当ね、本当感謝感謝感謝で、また次も頑張るぞって言いながら、節目を意識して結局ね、僕も節目人間かもしれないけど、節目を意識して、もう来年はまた飛躍の年にしたいななんて考えているんですが、で皆様にとっても素敵な一年が訪れることをお祈りしておりますので、ぜひね、なんかいいことあってくださいね、素敵なね、一年だったですかね、今年はね、今年振り返ってみてどうですか僕も振り返ってね、見ようそうだ、言ってますけど、はい、素敵な一年だったことを称え合って、素敵な一年をまた迎えられるように頑張っていきましょう。ありがとうございます。ではでは、おやすみなさい。いい夢見てね。